あんなところに鳥居が。あれも浄化するぞ。天狗か。あいつを使えばビルの上に行けそうだな。びっくりした。案外うまくいくもんだ。妖怪も使いようだな。死んでも落ちるのは怖えんだよ。ごめん。また霧が消えた。ああ、助けを求める霊の声が聞こえてくる。助けてやろうぜ。浄化していけば道は開くはずだ。それに霊になった者も救える。つまりあいつに嫌がらせができるってことだ。いいことだらけだな。
点でわかる。打って打って打ちまくればいいんだよ。聞くだけ損したね。アレビトの気配がするな。予定と違うじゃないか。無視して神社の様子を行い、敵の居場所や霧の発生源も特定できるはずだ。新しい技を覚えられそうだぞ。ああ、そうか。エーテルが足りないぞ。エーテル結晶体で補給するんだ。
行けそうだ。強い力を感じる。ここに何かあるな。霊視で神社をくまなく調べろ。取り残された霊の居場所も分かるはずだ。大丈夫だよ。あ、なんだ。話のわかる神様だな。こいつは使えるぞ。寄り道した甲斐はあったな。次は情報を集めるぞ。渋谷を見渡せる場所はないか。陰りへの展望台とかは？悪くない。気になってたんだけど、国の番犬って警察ってこと？ああ、そうだ。警察は嫌いか？いや、その割には口が悪いなと思って。警察なんてこんなもんだよ。タヌキ？何か言ってる？おい、力を使ってみる。俺たちなら、物のありか以外にも動物の意思もわかるんだ。食べ。慌てずに食べな。
転送を確認した。時間はかかるが例になった人も実態を取り戻せるだろう。このまま進めてくれ。録音された音声かな。エドは人と話すのが苦手なんだよ。力を使え。見えないものを炙り出すんだ。この感じ、近くに何かあるか。何？工事現場か。何か感じる。調べるぞ。鳥居があった。浄化する。うわっ、離せ。生きて俺に貸せ。ありがとう。平和に来るぞ。行け。汗が出たよ。これも強い力を感じる。ここらの霧も晴れたはずだ。影里へに向かうぞ。もっと救わなきゃ。
駅の南側に陰りへの入り口がある。そっちに行こうか。ここ気味が悪いな。今はどこでも気味が悪いぞ。気にするな。駅か。人もいないし電車も来ない。これで邪魔者はいなくなったな。再開発したって今の東京じゃ意味ねえな。なんだあいつ。気をつけろ。体がでかいだけじゃなさそうだ。
強くなったら新しい技を覚えるんだ。今ならできるはずだ。哀れに理不尽力をうまく使えよ。肉体の道連れとなり、その地位を貶められる必要などない。よるべなき魂たち、肉体を捨てよ。私のもとに集え。なんとかなったか。このエレベーターはまだ使えそうだぞ。
気になる場所は力を使って調べてみろ。飛ば。社に何かないか調べておけよ。血が足りだな。この辺も変わっちまったな。昔を知らないから何とも言えないよ。ガキとは話が合わねえから困るよ。札か。これも使えそうだ。手に入れたお札を試してみよう。
あそこならこの辺りを見渡せる。状況もわかるだろう。手っ取り早く外から登っていくぞ。使えるものがないか注意を払え。調子だ。技を覚えられそうだな。より強力な技まで待つのもありだ。
さだ。そこに何かあるぞ。それでいい。なかなか似合うじゃねえか。よし、町を調べてみよう。双眼鏡がある。あれで見てみるか。あいつ、さっき見失ったやつだ。地下に降りていったな。そこに奴らの拠点があるのかも。何回も逃がしてたまるかよ。追うぞ。